曲名はシーズントレインという曲で、私の曲の中で唯一ね、タンバリンを使う曲だったんですけど、ちょっとね、気温にも合ってないし、タンバリン使うにも適してない服装をしてきてしまって、いっぱい絡まっちゃったのでね、途中ちょっと置いちゃったんですけど、一緒に手拍子してくださってありがとうございました。次の曲は、私の曲の中で3作シリーズ化されている女の情念がすごく灯った、ちょっとね、歌詞の内容はちょっと怖いんですけれども、すごく大切に一応歌っている曲になります。1曲目とはまたちょっと違った曲になります。聴いてください。白い三日月。
を気にしてぜひお友達とか SNS とかやっていたらね、たくさんしてくださったら嬉しいなと思っております。ちなみに私は あんまりこうインターネットというか SNS があんまりこうすごい上手な方ではなくて、今まで Twitter しかやってなかったんですけれども、ハロウィンをきっかけに、ハロウィンをきっかけにというか、ハロウィンにお迎えしたビーグル犬をきっかけにインスタグラムを始めて、今ちょっとインスタグラムの方はワンちゃんの画像しか載ってないんですけど、これから自分のこともねしっかりアップしていきたいと思いますので、やってる方はぜひぜひフォローしてチェックして、また会いに来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、ここでどうしても聞かなきゃいけないと思ってたんですけど、まあせっかくね今日こうやって岐阜県来させていただいて、せっかくなのでこの土地の美味しいものを食べて、この土地をよく知って帰ろうと思っているので、こんなお店おすすめだよとか、こういう料理美味しいよっていうのがあったら本当に教えてください。よろしくお願いします。それでは、長い間3曲、次で最後の曲なんですけれども、見てくださっていてありがとうございました。最後の曲は今日も持ってきておりますセカンドアルバムの表題曲を歌って終わりにしたいと思います。それでは聴いてください。一人じゃないから。今日は本当にありがとうございました。また皆さんとお会いできるように毎日毎日たくさん歌っていきますので、ぜひ顔を手元に覚えていってくださったら嬉しいです。
CD もどっちも買いますので、ちょっとでもいいなと思ったらぜひ買っちゃってくださったら嬉しいです。それでは、サモガンの川に音楽の音、希望の希望と書いて、川本のぞみでした。ありがとう。